今から作るおにぎりの材料手作りオタカは最終的に焦げるので真剣に視聴しないでください。今日はなんか何の暇から工場のおにぎりアップしておにぎりに挑戦します。おかかはお店で買えるふりかけでもいいのですが、せっかくなので手作りしてみようと思います。醤油やみりんを大さじを使った気分で投入したら、火にかけて水分を飛ばします。カリカリの美味しいふりかけを目指します。焦げてしまった。まさかこんなことになるとは。厳選したおかかにチーズを入れたら、最後にご飯に混ぜ込みます。実はおにぎりの変わり種は好きではありませんでした。しかし動画をきっかけに食撃の相馬の田所ちゃんのおにぎりを作って食べたところ、すごく美味しかったので、変わり種のおにぎりに対する苦手意識はなくなりました。なので食べ物はもちろん、これからはアニメも警戒せずにまずは見てみようと思います。次はちくわ天かす、もう少し小さいちくわの方がいいかもしれません。そういえば何にでもチーズ入れますよね。たこ焼きとかカレーとか、嫁が好きなので、女性が好む味なのでしょうか。ちくわと天かす、そしてめんつゆを入れて混ぜます。めんつゆ最強、我が家の味じゃないけど、めんつゆも覚悟家庭が推すメーカーがありますね。この前、安くてまずいめんつゆを買ってきてしまって、嫁にすごく怒られました。この具材は練り梅や練りわさびなどで、味に変化を出しても良さそうです。今回は練り青じそを入れてみました。青じそが苦手なお嫁さんには秘密です。こちらのおにぎりも完成です。朝ごはんとして家族は食べました。好評でした。嫁は象が毒入りリンゴを見分けるがごとく、中身を知らずに苦手な青じそ味を避けていました。簡単でいつもと違うおにぎり、おにぎり、良いものでした。漫画、なぎのお暇、と、この漫画を勧めてくれた視聴者さんに感謝。それではまた機会があればお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。